シュルンベルジェ、シュルンベルジェ、シュロンバレとは、油電探査及び各種油電探査用計測機器の開発、製造をコアビジネスとする最大級の多国籍企業である。創業者の家計はユグノーであった。フランス・パリとアメリカ合衆国、ヒューストンに本社を構える。油電探査では、ワイヤーライン喧噪などを用いて、 埋蔵量解析から油田の生産開始までの各種サポートを行っており、高温高圧環境に耐える検査機器等を自社内で開発、製造している。かつては水道メーターや半導体検査装置の開発、生産も行っていたことがあり、一時、フェアチャイルドセミコンダクターを参加に抱えていたこともある。1926年、アルザス出身のアルザス人。 ドイツ系フランス人のシュルンベルジェ兄弟によってが設立された。兄弟は地球物理学の手法を駆使して世界各国で喧嘩事業を展開した。家族はノルマンディに秘書地を持つほど裕福であったし、兄弟は高等教育を教授した。2位、コンラードは実績があり、1914年にセルビアに顧客を得て同交渉の探査を受注していた。 第一次世界大戦が勃発して事業は中断したが、1919年に兄弟がパリで新たに起業した。1923年に石油会社から初めてルーマニアの探査を受注し、見事な地図を作成した。1927年にペシェルボン、エルフ・アキテーヌを参照から正式に受注し、リーズナブルにやり遂げた。1929年に アメリカへ進出した。ベネズエラへ送った調査隊が良い結果を報告したので、ロイヤルダッチシェルがルーマニアスマトラ島、トリニダード島の仕事をくれた。シュルンベルジュはソ連にも調査隊を派遣していた。ソ連は世界恐慌をものともせず、爆油油田の開発を進め、シュルンベルジュはここでも仕事にありついた。1932年、シェルの依頼を受け、 テキサスとカリフォルニア沿岸を調べ成功した。兄弟は1934年ヒューストンにシュルンベルジェ幻想会社を設立した。この会社はメキシコ湾の地理的恩恵を存分に享受してシュルンベルジェの稼ぎ頭となった。1936年に兄が他界して弟マルセルがリーダーとなった。この時すでに 北米だけで毎月1000件以上の依頼を受けるようになっていた。1939年、兄の娘、ドミニクの夫、デメニールが、シュルンベルジェの金融部門を統括することとなった。1940年に、シュルンベルジェ本社は、ナチスドイツに占領されたフランスを逃れて、ヒューストンに移転した。この年、弟マルセルは、ライバルのハリバートンから1000万ドル提供の、 申し出を受けた。1945年、フランス銀行の200家族が営む銀行業と合併して、ヌフリーズ・シュルンベルエマレを設立した1980年から、アブン・アムロ銀行参加。1953年にマルセルが死んだ。グループを束ねる後継者に恵まれず、有力な3人が、それぞれの得意分野を代表した。 戦中連合軍に貢献し技術探査を担うアンディドール、ヘンライダル、ナンア、中東で金融部門の指揮を取るメニル、そして欧州を統括する弟マルセルの義理の息子、デネセイリュ。1956年、マルセルの息子、ピエールを社長、アンリを会長として、キュラソー島に租税回避のできるシュルンベルジェリミテッドを設立した。 グループ全体の家族経営こそ続いたが、新株を発行するようになった。戦後アメリカの油田開発ブームが最高潮であった時、その資金力でシュルンベルジェは急成長した。ピエールたちはエレクトロニクスへ進出した。ピエールは1960年代前半に業績を上げながら役員会の決定で社長の座を降りた。1965年。 ピエールの後継がマルセルの親友で社会学者のジャンに決まり彼の采配でグループ本部がニューヨークへ移った。1970年に CC を買収した。オイルショックの時石油輸出国機構が油田探査とボーリングに殺到しグループは新規に開拓する全油田の仕事を受注し利益を上げた。1979年に 落ち目のフェアチャイルドを買収したが、再建に失敗して1987年、セミコンダクターに売却した。前後して1985年、ジャンが死んで、息子のミシェルが社長となった。会長も交代して、デュガルドの息子で、地理学者のユアン、エウアンが就任した。コアビジネスへ回帰し、グループの技術を革新した。1987年、アーペネットの 古参ユーザーであったシルンベルジェがワールドワイドウェブのサービス開始より早く現在のドメイン名を登録した。1986年から1993年にかけてノルウェーのゲコとプラクラを参加に置き統合した北海、油田開発と関係。1994年にケーブルワイヤレスと合弁でオムネス・アマネーズという事業を打ち上げた。この会社は エネルギー産業が運営する互いに離れた事業所の円滑な連絡を実現した。1999年7月、シュルンベルジェは、合衆国外のボーリング事業を、スミス・インターナショナルの M-1 部門と合併させて、4対6の合弁事業とした。連邦当局は5年前、シュルンベルジェとスミス両者に、あらかじめ調停で、事業混合の禁止を言い渡してあったので、 1999年の合弁を反トラスト法違反容疑で立件した。12月に連邦裁判所は各社に75万ドルの罰金を貸し、向こう5年間も当局の調査を受け入れるよう命令した。両社は1310万ドルを支払う条件で、米司法省と和解し、合弁事業は続けられた。シュルンベルジェは調子ついて、正期末に子会社をトランスオーシャン、 と合併させたり、ベーカー・ヒューズと合弁事業を立ち上げたりした。2001年3月、ブルのスマートカード事業を3.13億ドルで買収した。4月にセマグループを買収してシュルンベルジュセマと改名したが、2004年にアトスオリジンに売却した。2003年にはロシアの石油同盟、ペトロアリアンス・セルビセス・カンパニー・リミテッドを 買収したが、同年は、ユコスとシブネフチの合併が挫折していた。2006年に、シュルンベルジェ本部がヒューストンに帰ってきた。世界金融危機は、石油産業に打撃を与えたが、シュルンベルジェにおいては、インフレと世界的な工業の増産が業績を超回復させた。2010年、シュルンベルジェはスミスを買収してしまった。イスラム国が、 国際的な経済制裁下にあった2015年、シュルンベルジェは、米司法省からイランとスーダンでの取引をとがめられて2.33億ドルの罰金を科された。シュルンベルジェは、同年8月、キャメロンを148億ドルで買収した。なお、4月からパールが、シュルンベルジュ会長を務めている。米国シュルンベルジェ社の日本におけるテクノロジーセンターとして、 100%出資による日本法人シュルンベルジェ株式会社が設立されており、神奈川県相模原市中央区に淵野部本社テクノロジーセンターがあるほか、オイルフィールドサービスオペレーション拠点である長岡事業所、新潟県長岡市、東京事業所がある。日本法人はアジア地域の開発、生産拠点と位置づけられている。 日本支社では主に喧嘩機器の開発を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。